これ一味奥さんと奥さん、ね、奥さん聞いちゃう、うん、クリアできるからね、もうするしかないんだよこれは。そうそうですね、これあ奥さん消してもあちょっとすいませんね。いやいやいや、このおしっぱか、そうそうおしっぱこれで、うん、あれお兄さんちょっと渡しますどうやんのこれ。長押しして、長押しして外してこうだ、うんはい、洗濯モードなりっぱなしだね。じゃあこの辺にこう配置しておいて、うん、でこれも回り消しちゃって、うんはい、いかがでしょう、いかがでしょうか。でなんかもうちょっとやってみようか、一回やってみましょうか、うん、ね、あのカメはかわいそうね毎回ねあ上に行ったらあれがいる、うん、あやばい、おおやばっ、おおなんか落ちてきて、あこれ結構あうわ結構難しい、いいんじゃない、いいんじゃない、これ結構鬼畜コースですね、いいんじゃないこれ、うん、ちょっとなんか今なんかいたいハンマーブロックが落ちてきたのびっくりした、はい、大丈夫大丈夫ですね。じゃあこの辺にこう配置しといてっていう形で、はい、うん、あこれいいですね、あいいじゃんいいじゃん、はい、ちょっと一回 やってみますか、やきあ、やってみますよ、ゲーム実況好きとしては、はい、これはもうこれは本当の鬼畜コース、ね、乗った瞬間に乗った瞬間にあのねスッといかなきゃ、あれそうだね、攻撃が来る前に一気に、あ、あ、なんか倒すパターンね、倒すパターンもある、倒すパターン、おお、でここまで来ればお兄さん、あーさちょっとあと少しで、なるほどね、あいけましたけど、いけるいける、いけますね、あこれいいっすね、このハンマーブロス落ちてくる、ハンマーブロス落ちて、あ下行けばハンマー、下行けるのか、下行けばハンマーが落ちてこない、だ、ね、でもだからこそ下にはいっぱいこれがいるっていう、そうね、うん、今思ったここにもハンマーブロスいるからさ、この子も落ちちゃう感じだよね多分ねのこのこと一緒に、じゃあこれもこれなんかこの辺一匹だけ一匹だけなんかハンマーブロスしたのに、あ、それもいいかもね、はい、やってみますか、ウェイ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 、あ、でも大丈夫なんだ、で、上に行くとこいつらが、こいつらがいっぱいだよっていう、あとはこれのバランスだね、はい、そうですね、もう増やすか減らすかの、はい、うん、まだぬるいって、まだぬるい、もっと鬼畜にぬるいの、ぬるいかな、これゴールです、でこれ後でクリアしなきゃあかんのよ、そうなんですよ、そうそうそう、どうしよう、こっからまた鬼畜に変えます、鬼畜に変えると、なんかさモンスターいないか見てみよう、そうね、そうですね、まだ別にカメックが、うん、カメックだけじゃなくてもいいから、いっぱいいるよ、火の玉、火の玉、下から行けばぬるいって言われてる、下をもうちょっと、下もトゲトゲとかにしとくと、あそうね、トゲトゲ、これこの辺ですか、この辺でこう、あの、あ、下に引いて、そもそもトゲ引いちゃう、トゲ、あ、トゲ、トゲ、あるとか確か、トゲ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 、これなかった、あ、この子、あれ、こっち、あ、この子、そうそう、多分この、この子、このこれ、これ、あ、はい、これですね、そう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 、これ引いとけばもう、下、これ、落ちんとちゃいますか、落ちるかな、これ、あ、浮いてる、浮いてる、うん、じゃあ、これを下、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 ぷくぷくか、あぷくぷく、あ、え、ぷくぷくって浮いてられるの、どうなんだろう、ぷくぷく出してみますかこれどんな動きするか見てみたいね、トゲの上で下に、これ羽、ちょっと待ってください、あ、落ちないんだこの子たち、すげえ、へえ。なるほど、この子たち足つぼ的なことやってらっしゃるなんか、ね、怖いですよね、つけてね、うん、うん、赤になった、あと10分ぐらいしか作れない、あやばい、なるほどね、これで、おお、あーあー飛ぶ、おおおお、なるほどね、あじゃあプクプクいっぱい量産しときます、大量生産で、下は通れなくなるね確かに、そしたら、うん、下にハンマーブロス配置できない、あハンマーブロス、あどうだろう、トゲの上歩く感じかな、あ落ちなくなった、いけますね、うわーもう結構難しいと思うよここ今、うわここの真ん中がね、うん、じゃあ一回飛びますか、一回行ってみますか、ねね、はい、じゃあ行ってみますよ、ちょっと怖い、おー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 ってなっ、あーちょっとダメですねハンマーさんいらっしゃる、案外チキるとダメですね、チキになると、うん、勢い出してるこれ、あああ結構鬼畜になってきましたねこれハンマーさんになったから、そうね、ハンマーさん結構しんどいね、はい、これ結構運要素も来るぞ、運要素も、
ちょっとやってみますよ、吉野介くん。よし、やってみよう、やってみよう。よし、はい。これどうやんの？この上でスタートすると飛ぶみたいな。ジャンプ、ジャンプ。いいなぁ。あー、下に結構鬼畜になりましたね、これ。結構きちいぞ、これ。はい。上手い人がやっても、これさ、結構下に行くとブブブブ。あ、行きましたね。ここまで行って、でもこれザッと行くしかないよね。あー、でもなんでさ、行けそうな気がする。行けそう、行けそう。はい。どうしたの、ヨシ。なんでこれも、さっき行った時、右に行けなかったよ。ここ。なるほどね。そうですね。この土管から出てくるカメックをいかに退治していくか。退治してかな。こうこの段階で潰したりとか、あ、できない。そうね。大丈夫。これで勢いでいっていくと、ほら、いけた。いけるね。いけた。いけた。いけますね。いけるね。降りれない。降りれない。これじゃあ、ちょっとどこに乗り右側での乗り捨て、はい、乗り捨て用で。もしくは乗り捨て用に土台を作っといてあげるか、この土管の右側に。ああ、に土台を、乗り捨て用の土台としてこういう、ちょっとこれも早くしないと壊されるよっていう。ああ、そうだね、確かにね。はい、だからこれ感じで、これでどうでしょうか。まあ、最悪台なくてもジャンプしていけるなってことですね。はい、うん、じゃあ、一回ここできたら、次あのあれ行きましょう。戻って、うん、戻って、じゃあここ一回、じゃあ最後、ここ一回やってみて、ここもクリアしちゃえば。そうね、結構ヒヤヒヤするプレイヤーだろう。これ上怖いね。怖いっすね、上が怖い。グロスが、おお、うまいな、動けたね。で、ここで、で、これで、あ、いいね、いいね。あ、これちょうどいい、ちょうどいい。で、ここでもう一応ゴールなんで。そう、はい、ゴールもあんのね、これ。たわし、たわし、たわし、たわし。何今のね、これ前、あの、りょうらんさんの好きなものを言ってみました。はい、たわし。それあの別の番組で僕がよくいじられる時に使うやつね。そこでちょっとセリフをなんか、まあ、あの本番では流す時はちょっとなくなっちゃうかもしれないですけど、公開すると多分消えちゃうかもしれないですけど、ちょっと今日のあれで、だからちょうど3人だから、うん、何か録画したいなっていうの。3人で入れたいね。はい、何がいいかな。たわし、なんだろう。全部ここね、一番下はマジシャンらしく、このか、あの、ちょっとマジシャンがこういうの使うかなっていう、ね、切断の時とかよく出るやつでもね、はい、うん、っていう感じでちょっと入れてみましたけど、声なんだろうな。トリックアトリート、あー、トリックアトリート、あー、だからこれハロウィンがあれだから、うん、じゃあまあアップロードはできないけど、うん、今日のこの配信、はい、今日の配信でね、録画してみます。じゃあトリックアトリート、トリックアトリート3人で、うん、いきますよ。いや、かもしれない。トリックアトリート、どこでしょう。意外と揃ったね。はい、うん、トリックア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 トリこれ消しますか最後、うん、ここトリックアトリート結構あのうるさいですね。いや、ありでしょ。ありですね、はい、配信したらなくなっちゃうから。そうですね、うん、これでここでここを消せば下行った時にピョーンと、うん、いけますね。いいね、はい、トリックアトリックアトリートクリアに設置すればいい。なるほどね。あ、この辺りに置いておけば、あ、この辺りに今のマリオがゴールに向かう瞬間にトリックアトリート結局聞けちゃうっていうやつ。なるほど。じゃあここら辺全部消してあえてで、でトリックアトリート、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、締め感ある、締め感ある、締め感がいい。じゃあこの辺消します。今のいい。じゃあこれあの鬼畜にするためここ全部あの、うん、あ、間違えた。ここじゃあ全部これ消しときますね。鬼畜に、ほんまや、やこうなんとかね、ピョンピョンピョンって、はい、ピョンピョンピョンって言っていただいて、うん、これはもう、はいはい、これもうちょっとせかすためにさ、テレサ入れようぜってコメント。あ、そうですね、テレサに追わせよう。じゃあテレサを、テレサいいね、この辺、あ、逆さになるよな。ね、びっくりした、この辺もう結構もうここ、じ
じゃあこの辺さ、あね、これねテレサ君はね通過してくれるから、うん、あ、ほんと、はい、だからいいね、はい、これで、あ、いいねいいねいいね、おー結構きつく、いい感じに焦るよこれ。しかもこれでも一応クリアできるようにはしときますけど、うん、これ でこうすればいけるという、おー、はい、いけますね。で、OK、うん、で、これあの一応なんですけどおまけで、うん、ここ一切使わないじゃないですか間、うん、そこに手品ーニャって書いておきました、はい、本当だ、もう、ね、おまけですよこれ全然。だからもうあのちゃんと、ね、コース作ったので、ね、見れた時に見れるという形ですから、いい感じですね、はい、これもうだからここ全然使わないコースなんですけどね。なるほどね、全然使わないけどここにあえて手品ーニャっていう言うとおります。だからそ旗から見た時にね、うん、なんか書いてあったらあのセーブ画面の時に手品にあって書いてある、ちょっと旗みたいな感じでいいねいいね、はい、貼っとけば主張できるねこれで。でここにこうテレサが全部いるよっていうですね、はい、感じですよ。一応これあの保存しておこう、一回、はい、保存しよう、うん、消えたら怖いですね、うん、はい、消えた時が頭を抱えるね、いろいろやらかすからねゲーム中って、電源引っ張っちゃったりとかね、うん、わーちょっと一番いいところで特に、そうお母さんが掃除機でガンガーッみたいな、大丈夫ですかね、この辺はこれの鬼畜があってからので戻ってさっきのとこに戻るとか、さっきのとこに、あ、テレサいらない、テレサいらない、はい、テレサなんか結構変なところに変なやついるなみたいな。でここに来ると、ここに来る、おお、いけそうだね、結構いけそうですね、もう少し難易度上げる、じゃあ、最後やっぱせかすために、うん、クッパも置いときますか、うん、多分火吹いてくるところです、火吹いてきますから、これでこっち向いたとしてもあとかでかくしするのがいいのか、あ、ちょっと待って、キノコこれですね、あ、コインとか、コインコインでなんかやると、コイン目印やすい、 あれですね、さっきのあのとこですよね、あ、音符からテレサ出す、なるほど、あの今のこれピョンピョンなるほど、え、そんなことできるの、ポって出てくるっていう、ちょっとやってみますか、できるっぽい、え、怖、じゃあテレサ、あ、入った、うわ、怖、ちょっと待ってください、全部入れてみます、ボクッパ入らない、クッパ大きいからねやってみますね、音がいいの、3兄弟だから3個ね、いやこうやって焦って死んじゃうっていうパターンあるよね、怖いですね、うん、こういう、じゃあ最後なんか1個ネタナノ入れましょうかネタナノ、そうねそうね、最後ネタナノ入れます、何が出ると面白い、最後の なんとかかんとかで最後変なの出てくるよっていう、最後何が出たの、じゃあいや、じゃあもう絶対使えないのにキノコだけ入れとくっていう下に出てくる、これでいいね、あ、意味ないみたいな意味ないみたいなクリボーとかいろいろありますけど、うん、コメントではネットあ、僕意地悪なこと考えちゃった、これ土管あるじゃない、はいはい、上にドッスンの、あ、うわ早く行かなきゃいけないってやつだ、初見バイバイ悪い子だ、これでもう落ちてくるので、これ出てきてここでこうが、ちょっと見えないあたりにしとこう、出てきたときに、そうですね、じゃあここでいいのかな、あ、見えちゃうか、大丈夫、この辺でいいよ、じゃあちょっとこれ下げるか、うん、これをそんなね、小初見さんは辛いやつ、これで、怖い怖いですね、はい、じゃあこれ、じゃあ一応かわいそうなんでこれも与えましょうか、あ、与えられない、大きくなんない、大きくなんないか、じゃあ大丈夫です、オッケー、はい、これでいいですね、テレサじゃなくてヨッシー、あ、最後にヨッシーを入れようっていいかもしんない、うん、ヨッシー、キノコじゃなくてヨッシー、よくさ、なぜかマリオのゲーム実況とかだとさ、はい、これマリオメーカーのゲーム実況とかだと、はい、なぜか無駄に乗り捨てられるヨッシーとかいるじゃあ入れますよ、ちょっとかわいそうな、そう、なぜかかわいそうなで、やってたまごのだけ、あの、うかする前にうかすることすら許されない、あ、うわ、悪いこと考えてるね、これ、孔明の罠って言ってね、ジャンプした直後に隠しブロックがあって、ジャンプして落ちていくみたいな、あー、なるほど、だからこれをここにこう置くってことですよね、そうそう、ここ多分この辺りかな、
最後ジャンプ、あーゴールでやったー、ポコン、うわーみたいな。どの辺、この多分そこ、その辺、このこ、いや、そこだね、ここ、うん、ここの辺、そこだね、きっとやるとしたら。あ、そうそうそう、最悪のやつや。これは本当にここでこうやって越えていかなきゃいけないっていう。そうね、そうね。あー、なるほどね。なるほど。最後の孔明は辛いね。辛いですね。今まで何だったんだって。これいいっすね。いいね。悪いこと考えてね、ちょっとみんな。じゃあみんなすごいな。じゃ、ね、そうです、いいっすね、これ。手品も意外なところで何かあったりするもんね。うん、うん、見て、まさかここでっていう、うん、優しさ、優しさで優しさね、優しさでしかも取れないっていう優しさでっていう優しさなのかギャップなのか、はい、これいいっすね。ねえ、これクリアできんのかな。まあ、知ってればいけるじゃない、はい、うん、何度か挑戦するといけるかもしれない、はい、じゃあ行ってみますか、最初の方に。じゃあ配信含めやってみる、うん、ここから一回やってみますか、ね、一回やってみますか、やってみよう。じゃあ僕行ってみますね。あ、じゃあ、じゃあ、でも一回やってみたいか、一回じゃあ後でやってみましょう、はい、まあ、あの、いろいろな方法で行ってみたいと思います、うん、じゃあこれで、ここはこうで行きますね。しかもこれ、あの、全然アイテムをくれないっていう確かに。ああ、そうなんだね。ここ一応こういう、あの、そういう方法で行くのが正解です。ここ僕苦手なんですよ。結構難しい。ああ、来るね。そう。来るから、ここでこの辺から前に進んでからのジャンプ。ああ、ちょっとこの辺、まあ、これでちょっと一回クリアして、はい、配信できるようにやってみようよ。ロボットで。あ、どうしますか。ね、このロボットを押して、はい、でこの上書き投稿。上書き投稿。すると、これクリアしたら、こそクリアしないと投稿することができません。クリアチェック行いますか。これはチェックしなきゃいけない。はい、はい、行こう。はい、行きましょう。さあ今まではさあ、ね、いよいよ始まりました、はい、今までクリアできた人は一人しかいません、放送中に、はい、ええ、でもこれはもう知ってればいけるかな、はい、うん、そうですね、知ってればいける、知ってればね、場所間違えるとね、はい、優しさコインはねないです。優しさ、もう僕らはあのトリックアトリートで、あここからがちょっとちょっと開幕早々やらかしてる。そうなんですよ、ここが難しくて。じゃあちょっと次、吉野さんやってみます、僕の次に。よいしょ、一回ここまで行ってみますね。ここまで、ここまでは、ここまで行ける、ここまで、ここは、ね、うん、おー、いいね、いいね、こう確か7回で行けるんですよ、ここ。そうだね、これで、はい、行こう。怖いですね、これ、このメリーゴーランドが怖い。ちょっと怖いですね、タイミングを合わせていかないと。テレーゴーランドね、せーの、よいしょ、おー、よいしょ、おー、スレスレで、こう、あむしろこっちの方が勝手にしてた。お兄さんうわ難しい。いやさあこれどうだっけ、そこ一番右、一番右端っこですね。ご両親はマリオ結構得意な感じするじゃない。マリオ、うん、はい、マリオは僕らマリオ3の世代ですよね、確か。あー、うん、3、これでジャンプ、うん、ジャンプでくるっていうのはどうやの、くるってここの右とか左とか、え、 A でジャンプね、はい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 、5回でもいけるね、はい、5回でもいけた。もうさっきのリョウランさんみたいに、リョウランさんみたいに思いっきりジャンプしてここのもう2段目に行っちゃうって手もあります、ね、今ね Y を押しちゃった、 X じゃなくて。いやーこれ怖いな、ちょっとじゃあさっきのリョウランさんみたいに勢いよく、せーので飛んでくるくる行けば行き過ぎるとこうなるのね。そうですね、ちょリョウランさんやってみます。あ、やってみたい、はい、これちょっとせいせい、まあ、ここでしょ、まず、はいはい、あ、これで ここ入る。扉にも音がつけられるのか。そうなんだ、でこれ何回、あ、まずだ、あ、いけたいけたのにえ、そんな回ることもできるの、ずっとか、うわほーみたいな感じで。うわでも結構似てたね、しかも本当にうらほーすごいですね。何だったんだ今の、え、スピンでいけたの、スピンで、でも行き過ぎると、おお、危ない、セーフセーフセーフ、はい、このパターンでもありなんだ。でこっからここだね、ここが怖いな、結構多分下に来た時にも乗っちゃって、うん、そうね、そうそう、手ぐらいがで本当に近づいとかないと、はい、でもう今行って、おお、でここでこの辺からトンと行く、はい、おお、怖い怖い、あ、今調子乗った、おお、いいの、だからここ苦手ってここ、ここがで、あの、それジャンプです。じゃ、もうそこ来ると、あ、よしよしよし、ここです、さっき、頑張って、さっき作ったとこ、さっき作ったとこ、いやブロスうっとうし、あ、あ
惜しい惜しいのに一番近い。いいいいいいバランス、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 うん、でもいけないことはないですね。いけないことはない、うん、このいけないことがなくてなおかつ、うん、ちょうどいい感じ、いいよこれ、はい、でこれゴールできたらみんなもできるってことだよね。要は配信できたら配信の時にできますから、これ頑張ってもらわないと。うわああここ苦手だな。そうね、ここ結構さっき最後のところは自分でずっとやってたから案外いけますけど、そうね、ここだけだな。ちょうどいい難易度だよこれ、放送的には。はい、あまりね難しすぎるのもあるしね。5、6、7、 OK。 オムレツに梅干し入れる、入れる、オムレツに梅干しって、オムレ、なんか何かの暗号かなそれ。暗号オムレツとかオムライスはマヨネーズ派。いや、あ、そうなの、うん、へー、マヨネーズでいける。マヨネーズ、そうなんだ。ケチャップ、あと唐揚げとかもマヨネーズ。あ、唐揚げマヨネーズはわかる、めっちゃ美味しい。美味しいね。僕もオムレツはソース派だな。ソースなの。はい、あのソースも美味しいな。デミグラスソースとかもある。ああね、あここさっきとかが苦手なの。喋ってないでね、とりあえず手を動かしていただいて。あのなんかオムレツトークに乗っかっちゃってて、いやでもね、これでも楽しいコースですね、ね、本当に自分で作ったって言うのもなんですけど、なんで今草屋を挑戦したの。鍵に行った、鍵に行った、なぜか鍵に行ったよなんかね、ただのド M みたいな。違うんだよ、鍵たくなっちゃう。あ、バカ野郎、バカ野郎、バカ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 、大変だよ、くさくさ、バカ、すごい、もうスタジオの空調で全部こう回ってる、今回ってなってる。よいしょ、お、いけるか、いけるかねえねえ、マウンドアップしてる。残機数を稼ぐ。で、ここ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 で、アッキー、アッキー、これ、なかなか、ああ、お前降ってくんのかよ降ってくんのかよまさかのブロス本体が、本体が来るとは思わなかった。結構いいとこまで行ってたのに。大丈夫です、匂いがしました、ごめんなさい。よしちょっとなんかね、嗅ぎたくなる瞬間があるんで、わかるわかる。多分ド M じゃないですかそれ何が起こったかね、分かんなかったために、はい、なんとですね、今回ね、山上兄弟の2人がお土産でね、草屋を買ってきてくれたの。草屋、うん、そしてスタジオが狭いから開けると大変なんだ別名ね、いろいろ。あ、ちょっと焦っちゃった、ちょっと焦っちゃった、ちょっとやらせて、やらせて、はい、どうぞ。ここはね、僕行ける自信ある、はい、ここね、さっきすぐ行ってたから、うん、むしろ最後の方をね、どうにかじゃ。そうだね、あそこだね、はい、あそこはアッキーに任せたいわ。あ、はい、あ、オーケー、オーケー、で、よしよしよし、じゃあ、で、ここでピュンと、あらさよ、おー、そのこともありかよ、そのこともありかよ、ヒヤッとしたわ、ね、よいしょ、あ、むしろテレサにやられてほしかったね、今テレサ、むしろテレサもスルーしちゃうっていう、うん、ちょっと辛いやつ。あ、これやばいぞ、時間的に、やばいやばい、頑張んなきゃいけないやつだ、頑張んないといけないね、うん、なんとか、なんとかいける方法ありますから、うん、はい、そう、奇跡は起こせる、起こせる行ったそばから、起こせるって言ったそばから、でもちょっとリョーランお兄ちゃんにここは頑張ってもらいましょう。ここ、ここはませ、ここから、もうここはませ、ここはさっきのところ、待て、行くよね、みんなで作ったとこは、ここ難しいね、ここ難しいですね。よし、いいよ、でいいよ、で、はい、優しさコイン置く、優しさコイン置きます、優しさコイン置く、じゃ次行ってダメだったら優しさコイン置く、はい、優しさコインってどこに置いたらいいんだ、あのコインこう食っていくやつに、ああ、なるほどね、行き過ぎるね、行きますか、ちょっと、ちょっと行ってみますか、優しさコイン、ここだよっていうの、どうでしたっけ、ここでちょっと一回飛ぶんですよね、うん、やってみて、うん、影を見てって感じですよね、ですよね、うん、これで後つか、あ、つかない、これ後がつかないね、あ、もうだったらさ、なんだろう、ここで落ちれば大丈夫ですよっていう図上にもうナゴが配置してもらえる、あ、なるほど、うん、あ、間違えた、ちょっとこれでちょっといっちゃいますね、はい、あ、めっちゃワンナップ放置しとくっていうすいません、ね、これで、コイン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 、これか、そうそうそう、これか、はい、で、これで、これで、多分先の方にあるから、この、はい、この上の方にも置いちゃっていいんだよな、このマス状の、このマス、この、そうそう、この、この、この、こ、ね、あ、はい、じゃあ、この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 辺りの、この下ですよ、みたいな、あー、なる、あ、そういうことか、あ、なるほど、一列、線、線をやるんじゃなくて、うん、優しさこいに、そういうことか、
これだけだいぶ違う気がする。うん、でも全然行きやすくなると思う。ここでこの上にここ、なるほど、これで行けるよっていう、そこ目指して行けばっていう。これを矢印にすると、ああ、うん、なるほど、でもいい感じ。行き過ぎてもこういう風にあるよっていう。あと10分じゃぞ。10分。よし、走り行こう。一回行ってみますか。クリアしに行こう。うん、はい。まあ大丈夫。だいたいねこの時間になってくると焦ってくるんだよね。はい。でも行けば勝ちだから。はい、じゃあね。でこれでちょっと、はい、もしダメだったらね。ダメだった場合はもう、あの、秋野氏がイリュージョンを起こす。イリュージョン起こしますから。僕がイリュージョンで最後やりますから。よし。あ、いいね。あの優しさコインいいわ。はい。おー、いい。いいですね。うん、いい。これで。ありがとうございます。ちょっとこれ最初びっくりしますけどね、初見さんは。そうね、初見さんはびっくりするかもしれないけど、あ、なるほど、そういう意味かっていう、分かってくると思う。うん、おで、こっちも。うっぽ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 。早く行っちゃうと。持っちゃった、持っちゃった、持っちゃった。持っちゃった。あ、飛ぶんかい、しかも君は。だーっかーじゃあ、あ、もうこれはやりますか。じゃあ、イリュージョン起こしちゃって。イリュージョンをやりますか。一応下のコースはできるようになってますね。じゃあこれ最後ちょっと涼南さん無理だったら僕イリュージョンやりますから。はい、任せろ。最高の、はい、よし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 。いや、さすがうまい、うまい。もう慣れてきてますね。だいぶね、慣れてきたね。慣れてきてない。よし、頼む頼む。イリュージョンやりますから。もうあの皆さん、これはイリュージョン、これあのこれ放送見た方のみのイリュージョンを、イリュージョン落ちますから。あ、ちょっと間違えた。え、放送見た方のみのイリュージョン、これ間違えたね。間違えた。ちょっと待ってくださいね。イリュージョン起こしますから。あ、そう言ってたね、そういえば。ずーっともう僕はあの前置きで言ってました。はい、何か一応下でもできますよ。下でもできるんだよ。下でもできます。はい。あれ？実はね。うわあ！イリュージョン、はい！イリュージョン！そうなんです。でここにヨッシーさんいらっしゃるんですね。な。でどうやって、なんだと。でこれどうやってやるんだっけ、あの外すの。なんだと。外すのどうやるの、分かんない。外すのはね、多分エレベーターで上。これで、でこうやっていければいいんですけど、こうやって落ちますね。落ちますね。なるほど、はい、イリュージョン。イリュージョンありますか。イリュージョンでこの手品にを実は使える。出た出た、この手品しあるある。最後の最後巻き返して、実は、はい、実はを用意しておくパターン、はい、うわー、もう裏技を持ってったな、これ持ってったな。頑張って、あふぅ、はい、でいったらもうこっからも走るだけです。手品だー、にゃー。で、ドッスンさんいること気をつけてね。で、ここまで、はい、おー、にゃー、このパターンは、はい、できました。できました。これ持ってかれたな、はい、手品しならではだ、これ、はい、でも一応下でもできるようになってます。下でももちろんできるようになってるんですけども、はい、もう最終手段、最終手段です。最終手段、はい、イリュージョンを使うことができる。できます。いやー、これはこれはいい、はい、お、これでじゃあ2人目ってことですか。意外性、2組目ってことですか。クリア、番組内で。そう、番組中クリアは、はい、ね、もう完全にズルですけど、ね、一応下でもできますから。そう、一応だいたい手品のタレなんてこういうもんだからね。そう、簡単にできちゃうんだよ。だいたいこれ最初コースを作るときに提案したのが一番最初これですから。すげー、裏道作ろうぜっていうところから2人で始まって。そうそうそう、いや、これはあれだね、はい、本当あの2人じゃないと許されないなんであの皆さんやるときは下からやってもらえれば楽しめますので。もう2パターンの楽しみ方できる、はいはい、いやー、これはこれはいい、ね、やったー。いや、素晴らしいわ。やっぱりね、マジシャンならではの、はい、ところも入れたい、トリックを入れたいなっていうのもありつつ、はい、ニコチューンならではの、のも入れたいなっていうのもありつつ、ね、見た方のみですから、はい、これそうだね、はい、やられましたわ、素晴らしいありがとうございます。よかった。配信されると思うんで、はい、名前決めてしまって、これどうしましょう。配信できたらそれをコースじゃあ借り消しますね。じゃあこれ今一応不思議な国の三兄弟っていう感じにしてるんですよ。その三兄弟っていうのはまさかまさかのここの三兄弟。ありがとう、はい、じゃあこれはぜひ OK でお願いします。じゃあいきますよ、はい、OK で、これで配信されたらコースレコードが、コースの ID が出ますんで、はい、これをぜひ見ていただきたいと思います。はい、そっか、この放送見た人じゃないとあのイリュージョンは使えない。使えない。そうなんです。使えない。はー、ね、あの視聴者のためもしっかり考えてある。考えてある、これ、はい。山上兄弟が作ったコースクリアした、俺すぐクリアしたよって言える自民できますから。お、出た。はい、 AB2F0000004468A。 もうあの、はい、今シャメ撮ってたよ。それ知った。シャメ、シャメ撮って、はい、そっか、シャメ撮って、ガンガン俺も撮っちゃいます。シャメ、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 自分たちで自撮りちゃうわ、こっちやってください。自撮りしとったね。そっか、これクリア率ガンガン下がるけど、
もうクリアもちゃんとできる。できるよ。うわ、考えてあるわこれ、はい、面白い。いや素晴らしい。できました、よかった。ありがとうございます。成功してよかった、成功してよかった、うん、ナイスイリュージョン、はい、さあそんなことなんでございます。皆さんぜひね、はい、こちらのコースクリアぜひやってみてください。はい、じゃあもうお時間の方が来てしまいましたので、はい、もうここいらでですね告知をしていただきたいと思います、はい、じゃあお二人何かありますでしょうか。はい、今週の水曜日です、10月の28日、うん、夜7時からトリックハンターという番組に出演します。見てるです、見てるです。今回ね、はい、ちょっとね命がけのイリュージョンを行ってますので、ぜひ見てください。まあ、その前にもですね、うん、ポンという番組にも、日テレさんのね、日テレさんのポンという番組、朝10時です、はい、朝10時に出ますので、もしよかったら見てください。ありがとうございます。次の週の、はい、11月の4日もトリックハンター出ますので、はい、見てください、ね、もう以上です。高度な頻度で出てるけども、さすがだね。はい、はい、まあいろんな意味でね、マジシャンからすごい目で見られてます。怖いです。いいね、こういう話が聞けるのならではね。まあニコニコな、うん、なるではだね。はい、はい、じゃあぜひ皆さん見てみてください、はい、そしてお二人はね、うん、なんとコミュニティも持ってますんで、そうです、はい、ぜひ、そうニコニコ生放送、ニコニコ生放送やっております。2と5としかない、2と5と0しかない、いいコミ版だから、はい、ぜひそちらも見てみてください。入ってますって方いますよ、はい、お、入ってます、あ、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、りょうらんさんは大丈夫ですか。あ、僕の告知はですね、あと3分後に番組が始まりますので、3分後に魔法使いとクルネコのウィズなんですけども、今からダッシュでタクシーで向かいます。場所は、こっから何分ぐらいかかる場所ですか。30分ぐらいかな。30分、あのちょっとお金かかっちゃいますけど、高速作っちゃいます。ここでもイリュージョン。何十億の世界。ここでもさ、国家予算かかりますけど。いやだったら別の番組を作るわけなので。それいいかも。そうですね。いやなんでね、頑張りたいと思います。頑張ってください。皆さん頑張ってください。はい、そして、はい、ちょっと引き続きね、はい、あのこの後21時より東海劇 TV ではファミ通アップの生だよ東海劇 TV、 こちらをお送りします、はい、そして22時からはガチマンデープレミアム、こちらのメタルギアオンライン、はい、これをお送りしますので、東海劇 TV 引き続き楽しんでいただければと思います。いやーすげえ、番組尺ちょうどいい時間だわ、はい、これよかった、よかった、これで間に合いますね、はい、間に合う、間に合う、あのいいですよ、もう今出ていただいて僕たちが最後締めても大丈夫なんですよ。本当に、あ、くさやませないでくださいね。あ、だったら本当にお願いしようかな。おお、またちゃんと番組ちょっと声で声で締めてください。そういう、はい、ちょっとせっかくだからさ、二、はい、人来てもらってもうね、はい、手品には見せてもらいたい。あ、そうですね、三人でやん。あ、いいね、じゃあ、じゃあ、りょうなさん真ん中に来ていただいて。あ、いいの、お邪魔します。よっこいしょ、そうだね、そのためのピンマイクだもんね、入れ替わるための。一回見るかなかったけど、そ、確かにそのままやってしまった。うん、じゃあ三人行きますよ。だっけ、まず開いて、これで手辞です。手辞、手辞なあ、で、にゃで右手が上で左手が下です。まあ最終的にできなくても最後だけ猫のポーズになってれば大丈夫です。なんでもいいですよ。よし、手辞、手辞、なあ、にゃで、じゃあ行きましょうか。よし、みんなもやれも、せーの、手辞なあにゃ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。ゲームやってね。ちょっと楽しかった。